どうもパパです。ダッシュです。おし、本日はですね、つばめ市にありますみんなが知っている甲州飯店、背脂発祥の店でございます。そちら来てみました。創業何年ぐらいですか、甲州飯店さん。ね、創業はですね、ちょっとカンペ見させてくださいね。どういうことよ。まあ、まず昭和8年頃にですね、福来亭っていうのを開業したらしいです。それはそのままにしてですね、1977年頃にこちら甲州飯店の方を作ったっていうことですね。で、もともとは中国から来た方らしくて、中国から仙台に先輩を訪ねて来たっていうのがまず初めらしいんですよ。で、そこからリヤカーで売りながらツバメに来たと。で、店を構えたっていうのがまあ一応歴史らしいです。まあそういう経緯があり、今が3代目3代目のご夫婦が営んでるっていうことですね。なるほど。はい、ということで早速行きますか。行ってみましょう。私ラーメン好きで、しかもなんか背脂が一番好きで、ね、大好きだ。すごい楽しみです。来たことない、ない、一回もない。五大ラーメンの中でも背脂がダントツ、今のところ1位かも。でもそうやって偏った思考だから、怒られるって、幅広く愛せって言われた。あ、そうやってこってり好きなのに甲州飯店来てないのももう間違ってるからね。だからくじ引いちゃうんですよ。タワシの帽子にしてね、もう売り切れちゃってますけど。帽子を売り切れたんですけども、作りましたよ。見てください。じゃじゃーん。ステッカー。これシンプルで良くないですか。This is 新潟。This is 新潟丸ステッカー。ちょっとこの中央からずれてます。ここがポイントです。レア感あります。ミスっただけだろ。ぜひぜひメルカリの方で。あ、売るのこれ。売るの、ね。何も決まってないけど。餃子すごくないですか。めちゃくちゃマフだね。餃子すごっ。でっか。めちゃくちゃうまそうじゃん。もう専用の餃子のタレがありますので、いただきます。やば。すごいな。すごい。肉メインなのかな。うん。もう見てごらん。一晩でぎっちりよ。ガッバーって出てくるから、肉が。なんかコロッケみたいなホクホクしてる餃子だから、ちょっと焼いてあるし、ちょっと揚げにも近い感じがする、そうかも。これさ、食べてる途中やっぱ餃子ぼっこれんじゃん、それ駆け込むの俺好きなんだよ。餃子ぼっこれる気が初めて聞いた。チャーシューですね。綺麗ですね。じゃあ早速バンバさんの毎日ラーメン健康生活すすげです。すすげです。すする、結婚おめでとう。あ、結婚したの。すげえ麺。いきます。どうですか、少ないバンバファミリーがバンバの食リポに期待してますから。魚介系すごいね。これぞツバメ山椒。なおかつすすった、すすってきた。いい感じにこの背脂と魚介系のハーモニーが、なおかつ俺が好きなのはこの玉ねぎ、長ネギじゃなくて玉ねぎ、玉ねぎ派ね。これがうまく背脂を調和させてくれるからの調和じゃなかった、中和ね。からのまだ落ちきれてないから。おいった、ずるっといった。いや、俺初めてこの甲州飯店っていう名店に来たけど、やっぱりうどんはうどん屋で食う、ラーメンはラーメン屋で食うみたいな、そういう感じ。若干あれだね、バンバの油が浮いてきたね。そう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 、チャッチャ系、チャッチャ系が、ね、頭がちょっとチャッチャ系になってきてますけど。餅は餅屋で買えみたいな感じ。いいですか、それでいいんですか。いやいや、バンバファミリーの方々には来た方がいい。視聴者の皆さん、ちょっと聞いてください、これ本当のスランプです。私俺全カットだわ。
コメントでくれて、うん、お前ろくな食レポできないのにどうしてカメラマンやらねえんだって、うん、まだかっこいいね。どうしよう、どうしよう。だからさ、こいつさ、電源にさ、電源を取ってそれすすったもんだからさだからそうやって捉えられないところですよ、すんじゃねえ。胡椒ちょっといいね、また美味しい。あ、本当？味はまた変わってる、二度楽しめる感じ。まあ、大油になってる、大油になってる。辛いを作ってるわけじゃないですけど、最初、食レポ行ったあたりから吹き出してきてパニックになっちゃって何言ってるか分かんないから。最後のさ、このスープのところの玉ねぎ食うのが好きなんだよ、シャキシャキの。新潟の油が歯応えもいいしね。結構だから好きな人とかね、こういうの、あの玉ねぎ増しみたいなね。ああ、いいね、うん、やっぱするからね。これ最後に楽しみ、完食、完食でございます。見てください、このもう全身になった福来亭の名前も刻まれてますので。ということで、どうでした？甲州飯店さん、どうもありがとうございました。幸せな時間でした。これは混む理由分かりますわ。時間帯、もう昼過ぎてるんですけどね、もう客足が途絶えないですわ。あと80席あるし、うん、駐車場も大きい駐車場あるんで、皆さんぜひぜひ訪れてみてください。なんかお前ら二人のでも真面目なんだね、なんかね。なんかこう何もないね、こういう波がね、こうずーっといて淡々と噛みながらね、そう、なんか緩急がないっていうか、うん、はい、ということで、この動画が面白かった方、高評価とチャンネル登録、あとはコメントたくさんお待ちしております。いいのかよ、それで。薄毛ばっかりだな、政治家ってな。あ、難しいってことはやっぱりバンバンあれなんじゃねえの、政治家向きかな、向きなんじゃねえんだ。立候補するって無所属じゃないで、 This is 新潟所属で。ちょっと待って、惜しい党、惜しい党だね。一ニョッキとか言うなよな。